ボール2ストライクです。打ちました、ヒットになった。小林、これが今日の初ヒット。2アウトランナー1塁。厳しいコースだったんですがうまく打ち返しました。やっぱりね、バットコントロールがものすごくいいですよね。さあ1塁には勝ち越しのランナー、そして打席にはピッチャーという場面です。まあ、この内容ならまだ続投でしょうね。はい、さあここは自分で何とかしたい。次が2球目。ボール球ですがキレがあったんで振ってしまった感じですよね。確かにキレがいいように感じますね。コーナーを攻めます。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。これはバット出ず三振です。スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたがジャイアンツ得点はありませんでした。6回終了1対1同点です。小宮山さん、本人は完投してやるという気持ちで投げてるんでしょうね。いや、これもね、当然ですよね。ピッチャーはマウンド上がったら先発したら最後までと、そういう思いですよね。そんな確かに気迫のこもったピッチング期待かかりますね。高めのボール、キャッチャーが落下点に入ります。バッターボックスは8番桑原。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。菅野、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール、ボール先行です。低め空振り、ここは150キロを超えてきます。インサイド、打球は左中間へ、筒香が掴んで2アウト。バッターボックスには代打の京田。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。ここは落ち着いて投げてもらいたいですね。そうですね。さあ改めて集中していきたい場面です。まず何を投げてくるか。最初は変化球できました。2球目は何で来るか。インコース決めてきた。インコース決まりました。ワンボールツーストライクです。インコース、これは外れます。
ちました。菅野一塁アウト、スリーアウトです。この回ベイスターズ3人で攻撃を終えています。1対1同点です。さあそしてここからはラッキーセブン、ジャイアンツの攻撃に入ります。7回の裏ジャイアンツの攻撃です。そしてベイスターズはピッチャーが変わります。石川2番手としてコールされています。接戦の中でのリリーフ登板です。赤星さん、こういった状況ですから先に点を取って勝ち越した方に一気に流れが傾いてしまうということもあるんでしょうか。もちろんそうですよね。ですからここでの1点はかなり大きいと思いますね。はい、次の1点がどちらに入るのか注目です。改めてお聞きします、バッターの梶谷、どういったタイプのバッターでしょうか。非常に厄介なバッターですよ。大きいのも打てて難しいボールにも対応してきますし、さらに選球眼と足もありますからね。なるほど、そうですか。さあ3球目は何か。低めの変化球は決まりません。高めに決まりました。2ストライク2ボールと追い込んでいます。打った、ワンバウンドヒットになりました。梶谷ヒットが出ました。ノーアウトランナー1塁です。見事なバッティングでした。リプレイでご覧いただきましょう。しっかり捉えてますし、いいバッティングでしたね。さあこの勝ち越しておきたい場面でノーアウトのランナーを置いています。バッターボックスには吉川。ここはエンドランで一気バントしました。ピッチャー前、ピッチャー取った、一塁アウト、きっちりと送ってきました。ワンアウトランナー二塁。さあジャイアンツ一打勝ち越しのチャンスです。ここで勝ち越せば有利な試合運びができますからね。そうですよね。まあ彼は典型的なプリヒッターですけど、ここも思い切って自分のバッティングをしてほしいですよね。はい、さあこのチャンスをどうものにしていくのか。2アウトランナー2塁となりました。つなげたかったですね。まあでも次のバッターチャンスに強いですから。初球打っていった、ファーストが抑えた、1塁アウトで3アウト。さあ先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。勝ち越しのチャンスがあったジャイアンツですが、そのチャンスを生かせませんでした。7回終わって1対1同点です。8回まで来ました。 DeNA ベイスターズ打順よく1番から始まります。渡来バッターボックスに入ります。今日はまだ当たりがありません。ジャイアンツ同点で打ちました、取りました、アウト、ワンアウトです。バッターボックスには2番関根。まあ、ここはさっき打たれたスライダーの使い方には注意したいですね。さあここは同じ鉄は踏みたくないところ。最初は変化球できました。さてこの関根、バッターとしてはどういう特徴がありますか。いや、やりにくいバッターですよ。普通なら手を出してしまうボール気味の球も見極めてきますからね。そうですか。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。3番バッター佐野、先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席あわやというような大きい当たりでしたよね。ここは長打を警戒しておいた方がいいでしょうね。はい、打ちました、大きな打球になった、
この当たりはどうか、梶谷が掴んで3アウトです。この回ベイスターズ三者凡退です。1対1同点です。8回の裏ジャイアンツの攻撃です。一方ベイスターズはピッチャーが変わります。ベンジャミン3番手としてコールされています。接戦の中でのリリーフ登板です。打席には5番バッター筒香、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れ打ちました。強打アウト、ワンアウト。バッターボックスは6番坂本、今日はまだ当たりがありません。ワンアウトランナーなし。初球ボール、ちょっと手が出ないですよね。インローのストレート、力のあるボールです。高めのボール、左中間に強い打球、これはどうか、レフト掴んで2アウト。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席はいい当たりだったんですけどね、バットは触れてるんで今度は何とかしたいですよね、期待しましょう。2アウトになっています。外のボールに手を出しました。あっという間に2ストライクです。緩いボールを持ってきました。高め打ちました。このフライはどうだ、落ちるか、取って3アウトです。この回ジャイアンツ3人で攻撃を終えています。8回終わって1対1同点です。9回の表ベイスターズの攻撃、打順は4番牧、先ほどの打席はライアフライに打ち取られています。ジャイアンツ同点で迎える最後です。最初は変化球できました。落ちるボール、空振り。次が3球目、引っ張った、これはどうか、一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁まで進みました。牧ヒットが出ます。ノーアウトランナー二塁です。ここはうまく引っ張られました。いいバッティングされましたね。さあここでベイスターズダイソーを送ります。セカンドランナーは梶原、ヒットでランナーが帰れば勝ち越しです。さあジャイアンツ勝ち越しのランナーを背負った場面です。この回での勝ち越し点は阻止しないといけませんね。なるほど、そうですね。さあそのマウンド上の菅野、このピンチをどう切り抜けてくるのか。これは見送ってボール、
元へ食い込んでくるように変化球が決まります。外のボール打った、抑えてワンアウト、ワンアウトランナー二塁と変わっています。現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんが、多少きつくなってきたでしょうか。小宮山さん、ジャイアンツここでピッチャーが変わります。一打勝ち越しの場面でマウンドに上がったのは中川。バッターボックスには代打の西浦。まあ小宮山さん、少し苦しい展開になってきましたね。そうですね、ここで勝ち越されると流れが変わるかもしれませんからね。そうですね、さあしっかり抑えていきたい。